今日も始まりました、トモコチャンネルです。はい、はい、ちょっとお久しぶりです。はい、はい、まずはですね、前回の動画ですね、たくさんのコメントをいただきまして、そしてたくさんご覧くださってありがとうございます。ありがとうございました。コメントも全部読ませてもらって。そうですね、はい、動画はですね、まあ、私たちが思い出としてただ撮った動画なので、うん、そんなにですねコメントをいただけるとも思ってなかったんですよ。本当にそうだね、自己満なんですよあれ。本当に なんだ、あの回すごいコメント多かったんだそうなんです。なんか逆に嬉しかったんですけど、なんかすごいね、うん、そうなんですよ ね、はい、嬉しかったです。ありがとうございました。でその後ですね、実は、うん、LINE でですね、西さんからメッセージもいただいたんですけど、うん、読んでみようかな。ダメかな、怒られるかな、勝手に読んだら怒られるかな。でいいよね、ちょっとだけだから、ちょっとだけ。わざわざですね LINE くださったんですよ、うん、まあちょっと違う話があったので、うん、その話のついでにくださったんですけど、トモコチャンネルで私との思い出をトモコさんご夫婦で語ってくださっていた回、泣きながら見ました。うーん、なんか嬉しくて懐かしくて、うんうん、どうしたどうした、大丈夫か大丈夫か、泣きながら泣きながら喋る、泣きながら大丈夫。トモコさんご夫婦が私のことを本当に理解してくださっていたことが分かり、ありがたかったです、うん、はい、ということで、まあ、もうちょっとありますが、そんな感じでした、うん、はい、うん、いいです、もうその、はい、もういいです、はい、そんな感じですね、嬉しかったです、うん、嬉しいね、やっぱり、ね、嬉しいコメントいただきました、はい、その後もですね、ちょっと用があって、ちょっと電話をしたんですよ、ちょっと違う件で、うん、はい、その時もですね、お礼を言われて、あとはですね、お母様とも変わって、うん、そう、トモコちゃん、愛してるわとか言われて、ありがとうございます、お母さんって言って、あとちょっと、ちょっと、ね、お母さんって言って、ありがとうございますって言って。うん、今度ね、飯でも食い込んで、うん、行きたいですね、落ち着いたらね、うん、まだねちょっと落ち着いてないみたいで、うん、埼玉選挙たまった仕事がまだね、そうみたいですよ。西さんもね選挙中にたまった仕事がいっぱいあるでしょ。あるみたいで ね、そうなんですよ。それを片付けるのにね忙しいよね、忙しいと思います、ちょっとね、うん、はい。そしてですね、練馬区で行われた、うん、また話は変わるんですけど、うん、練馬区で行われた憲法改正についてのなんかそのディスカッションみたいな、お勉強会みたいなことがあるって誘われたので行ってきたんですね、うん、そしたらそこにまあ、練馬区議会議員の方たちが主催されたようなんですけれども、うんうん、渡辺照子さんも、練馬区議といえば渡辺照子さんもいらっしゃって、ね、まあ、その伝えだと思うんですけど、うん、はい、そして行ってきたんですよ、うん、それで年代別にちょっとテーブルで分かれて、うん、そこで憲法について、憲法改正について、うん、憲法9条についてっていうのを話し合うんだよね、うん、でそこで、まあ、憲法についてのことは大体の方が知ってるっていう感じじゃない、うん、まあ、うん、少しは考えたことがある。憲法改正についてっていうのは、うん、私的にはそこに来る方っていうのはみんな反対なのかなって思うんですよ、思ったんですよ、うんうんうん、そしたら賛成に丸をする人と、うん、まあ、分からないにする人もいて、うんうんうん、いや意味が分からない、まあ、だって基本的にその区議会議員と言ってもですよ、うん、あれじゃないですか、自民公明維新はいないわけですよね、大体そういう、うんうん、メンバーだと思うんですよ、うん、きっと、まあ、その、あれですよ、賛成反対とかをやるのは一般市民ですよ、私たちみたいな一般市民がやるんですけど、うん、その中で賛成に回るね、丸っていうか赤いシールだったかな、うん、赤いシールを貼る人がいてびっくりしたんですけど、そしたらその人の、まあ、見解としては、その自民党改憲草案については反対だけど、もちろん反対だけど、でも改正してもいい場所があるんじゃないかっていうわけだよ。あ、だから一概にそうだよね、憲法ってもこれはそのままでもいいけど、ね、他はちょっと古いから変えてもいいんじゃないかっていう意見があるんですけど、うん、違うんですよ、根本的に私は分かってないと思うんですよ、うん、そもそもね自民党改憲草案の問題ですよ、うん、自民党じゃなきゃその改憲草案さえ出せないんですよ、うん、私たちみたいな少数、私たちっていうかその例えば、うん、ね、令和がこうしたいって言ったところで、うん、それは通ることはないんですよ、それは議題に乗ることもないんですよ、変えるんであればその国会議員が多数いる自民党、それこそ改憲草案の議論になって、それが通るか通らないかの話なわけじゃない、うん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 、でしょ。だから
これは変えた方がいいんじゃないかって、たとえ一つ二つ持ってきたところでそれが議題に上がることはないって私は思うので、うん、だから反対しかないんですよね、うん、反対しかないじゃん。反対しかないよ。そうだから、その私たちみたいな少し興味がある人、うん、その関心がある人が分からないとかね、まあ賛成っていうのはもちろんダメですけど、分からないっていうこともやめた方がいいと思うんですよ。だから一人の方は、いや民主主義なんだからいろんな話を聞かなきゃいけないじゃないって言うわけよ、うん、でもさ、民主主義とかっていう話の前に賛成か反対かしかないんですよ、投票は、うん、国民投票が必ずありますよ。もう3分の2の国会議員がね会見したいって言ってる、うん、多いもうなってんだって、うんうん、だから国会では通ると思います、うん、そしたらもう国民投票しかないわけですよ、うん、賛成か反対の、そうだね、それで賛成なんて言ったら絶対ダメじゃないですか、うん、でしょ、うん、だからもう反対って言っていくべきだと私は思うんですよ、うん、それをですねちょっと強く言っちゃったんですけど、うん、そしたらそのそういう案外その、うん、なんか区議とかさ、その市議とかさ、その辺の人たちも案外分かってないんだよね、うん、いや分かってないことはないと思いますよ。いや分かってないんじゃないの。いやもうびっくりしました、うん、それかもう今のやっぱりもうテレビと自民党と同じ考えなんじゃないの。あ、なんかこの戦争、うん、大半の人はこの憲法9条は反対でしたよ。そ後でやったその憲法9条に対しては反対とか、うん、まあ分からないっていう人もいたけど、うんうん、分からないっていうのもね、うん、憲法9条だってこれ変わったら国防軍を持つっていう話ですよ、自民党改憲草案では、うん、国防軍を持つってことは徴兵制が始まっちゃうわけですよ、うん、これがだって通っちゃえば徴兵制も始まっちゃうし、だからですね一番いいのをですねあるんですよ。これを皆さんもですねぜひ広めていただきたい、うん、ちょっと出しますか。あのコロナのさ、うん、やつでさ、やっぱりあの緊急事態、そう緊急事態 あれでやっぱ国民を自粛させる権限がなかったから、だから感染が広まっちゃったみたいな感じで言ってんじゃん、うん、違いますからね、テレビではね。こちらがあるんですけど、こちら、うん、説明欄に貼っておきますリンクをですね、これぜひ見ていただきたい。この全文っていうのがあるんですけれども、ここに現行憲法っていうのが書いてあります。そしてここに改憲草案っていうのが書いてあります。自民党改憲草案ですね。そして一番大事なのはこの赤枠なんですよ。これね、読んでもいまいちわからないじゃないですか、憲法変わったっていうのが。一番大事なのは、政府による戦争をしない決議が全文からなくなります。全文には戦争は日本は絶対にしないっていうふうに書いてあるわけですよ。うん、それが、決意が全文からなくなりますっていうことなの。うんうんうん、すごいよね。そう、わかりやすいでしょ、うん、で、憲法9条に対しても、うん、憲法が書いてあって、改憲草案が書いてあって、大事なのはここです。徴兵制を合憲とすることが可能になります。徴兵制になっても大丈夫になっちゃうわけですよ。うん、そうですよね。だからこれね、すごいいいんですよ。これどんどんこうやって出てくるので、うん、今大事なのはあれじゃないですか。政教分離？政教分離。あ、宗教。政治と宗教は別々。うんうん、それは、憲法第20条からなってるわけですよ。いかなる宗教団体も国から特権を受け、また政治上の権力を行使してはならないっていうふうになってるんですよ。でも改憲草案だと、国はいかなる宗教団体に対しても特権を与えてはならないになるんですよ。だから宗教団体による政治上の権力を行使が可能になります。そうだよね。そうなんですよ。だから今はこんなに話題になって政治と宗教が一緒 だったら絶対ダメだよねっていうのがなってるのに、それが可能になっちゃうんですよ。悪くなくなっちゃうんですよ、特権さえ与えなければ。わかりますか。もうこれだけでダメでしょ。そうだよね。そうなんですよ。もうそんなもう本当にもう普通にさ、統一教会とかさ、ね、そう創価学会、創価学会とかああいうのがもうどん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 今後ね出てくるよね。そうなんですよ、うん、で私たち令和新選組を応援する人たちとしてはここ大事ですよね、うん、第83条の2っていう改憲草案で新設されるそうですよ。財政の健全性は法律の定めるところにより確保されなければならない。あ、やばいでしょ。それ怖いよね。それ緊縮財政による基礎的財政収支、うん、プライマリーバランスの黒字化が義務化されます、うん、デフレ不況の恒久化が憲法によって定められます。
はい、ね、いや怖いね、プライマリーバランスの黒字化が義務化されるんだもんね。そうです、やばい、絶対うちらとしては絶対そこは阻止しないとさ、まあ、全部だからさ、そう全部なんです、うん、もういいことないんですよ、うん、第97条はですよ、基本的人権が最高法規ではなくなり、公益および公の秩序が優先されます。基本的人権がなくなるんです、うん、最高法規ではなくなるんですよ、うん、そうなんですよ。あとはね、緊急事態条項もやばいですし、やばいよね本当ね、はい、でも本当ね、政府が緊急事態って言ったら本当になんか何でもさできちゃう。そもそも憲法っていうのは国会議員が守るものなんですよ、うん、私たち国民は法律を守ってるんですよ。400以上もある法律をね、うん、守って生活してるんですよ、うん、そう、国会議員が暴走しないように憲法っていうものがあるらしいんですよ、うん、そうだよね、そうなんですよ。そのあいつらのさ、そのね、その縛るやつをさ、ゆるくしてどうすんだよって話だね。そうなんですよ。そしてこれ、うん、99条ですよ。それ、うん、憲法が国家権力を縛る鎖ではなく、国民を縛る鎖になります。わかる？国会議員ではなくだけではなく、国民も憲法を守れと、法律も守って憲法も守れっていうことになるんですよ、うんうん、やばいでしょ、やばいやば やばい、ね、これここですね、本当に LINE とか Twitter とか Facebook とかでシェアできるようなので、うん、ぜひこれ開いてですね、うん、シェアしていただきたいです。本当だよね、うん、それどん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 やばいよやばいよってみんなにさ広めてさ、まあ、うちらの動画でもいいじゃない別に、うん、ね、うちらも憲法、うん、ね、改正ダメってこういうやつ、エンディングで流します。とりあえずエンディングで流します、はい、うん、そちらでもいいですし、こちらもね、本当にシェアしていただきたいと思います、ね、本当に憲法改正はダメだよって、うん、やばいよね、あの人の動画もいいじゃない。そうなんですよ、いい人がありました、ね、メイコさんって方がいらっしゃるんですけど、うん、時々見るんですけど、うん、参政党にも批判してた方です。このですね、どうすればいいかな、ホームでいいかな、こちらです。極限を超えて自由になるっていう題名なんですけど、うん、メイコさんって方がこの会見っていうね、この一番最初の動画なんですけど、なんか載っけとけばあったらバーンって、あ、そうです ね、ここに今載せてます、うんうん、この、うん、動画なんですけど30分なんですけど、うん、もうねめっちゃ早いんですよ、うん、30分、うん、早いですけど、うん、早いなと思ったらちょっとスローで聞いていただいてもいいと思いますし、うん、本当にね分かりやすいです。そうだよね、会見がどんだけダメなのかっていうのが、うんうんうん、どういう状況になってしまうのか、うん、この方はドイツにいらっしゃるそうなんですけれども、うん、ドイツは会見されてるようなんですよ、うん、そこで本当に自分たちの国民の生活が不自由になってるんですよ、うん、だから日本はもう全然今制限ないじゃないですか、うん、だからそれはすごく幸せなことなんだよっていうのを教えてくださってるので、そうだよね、今後だってそういう風な会見されちゃったらさ、うん、それこそなんだっけ、ワクチンパスポートとかさ、なんかね、うん、バス乗るのも電車乗るのもなんかそういう接種証明書みたいなの、そう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 、ね、QR コードが必要になって、うん、なんかレストランお店入んのもそういう QR コード出してみたいなさ、今もねまだまだ ね、こっち進めてるようですけど、うん、もうやめた方がいいですよ本当に、ね、本当ね、もう大丈夫だと思います、うん、はい、もうね、もううちのお父さんももういいやって言ってた、もうやめるわって、もうやめようって言って、ね、はい、そうだよね、もう3回4回って何回打ってるんだよみたいな、もうやんない、うん、まあそんなのよりもさ、何もより生きづらい世の中になるじゃない、なるんですね、なので、うん、ぜひですね、このメイコさんの動画と、うん、この先ほどの自民党の会見されたらどうなるかっていう、これ下のですね説明欄に貼っておきますので、うん、ぜひですね広めていただきたい。そうだよね、はい、皆さんも知って、うん、もう本当にもう反対っていうもう脳でね、うん、広めていくしかないよね。そうですね、本当ですよ、うん、これからね、うん、本当にこれだけはね、うん、もう広げていくしかないですよ本当に、うん、みんな選挙だよね、これ選挙だろう、選挙なんだろうね、どういう感じで来るんだろうね、国民投票、選挙だよね、まあ多分また国民投票って行くのかな、投票所に行って、そう投票所に行くんだよ、賛成か反対かしかないんですよ、反対しかないんですよ、もうそうね、徴兵制とかね、戦争とかね、起きる国嫌じゃないですか、本当だよね、自分の本当武力で守るなんてもう無理なんですよ、ね、本当、まあうちは若い世代ももしかしたらあれかもしれないけどさね、うん、それこそ子供とか孫とかの世代とかさ、戦争を生かされるってそんなんね、生かされるかもしれないっていうだけでも嫌じゃん、会見を進めてる国会議員に言った方がいいですよ、自分の息子とかね、うんうん、ね、戦争行かせたいのかって、うん、
ね、すごいよね、うん、この国が戦争していいのかって。だからもう本当にね、宗教ですよ、まあ、どうせ、まあ、ああいう人たちの、そういう権力者の人たちの身内は守られるんでしょ、どうせ。いや、わかんない、いや、守られないんじゃない、もう自分たちが良ければいいんじゃない、うん、戦争に生かす。あ、今のその学校教育のやつもなんかあった。あ、そうなんですよ、今ですね、うん、教科書、中学校の教科書が昔は現代社会っていうのがあったんですよ、うん、ありましたよね。それが今公共っていう教科書に変わってるらしいんですよ。知らなかったよね、うん、中学生のお子さんがいらっしゃる方はぜひちょっと見てみてください、うん、そこの中にもうすでに基本的人権の尊重と平和主義っていう文言がないらしいですよ、うん、私バカでもとりあえず中学校の社会の授業で三大原則は習って覚えてましたよ。国民主権、うんうん、基本的人権の尊重、平和主義ぐらいは覚えてましたよ、うんね、なのでないらしいんですよ。もうそこから教えてないんですよ。やばいよね。やばい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 、うん、やばいんですよ本当に。だからもう今のその学校の教育がすでにさ、そういうなんかね、そう、もう日本ね、日本のために、ね、命を捨ててもいいんだみたいなさ、なってしまうかもしれない。そんな教育になって、大げさかもしれないけど、そんな教育になってきてるってことだよね。そう、徐々に徐々に、うん、安倍さんが作ったらしいですよ、うん、その教科書なんか自慢してたらしい。なんか昔の、ね、違う言い方で、全然やっぱり違う言い方で、なんかすごい道徳のなんか社会に変えましたみたいな感じで言ってたよね、うん、その大日本帝国とかじゃないけどさ、なんかね、そのあるじゃん、その神風特攻隊じゃないけどさ、ゼロ戦でね、ね、もう日本のためにってボーンってさ、体当たりとかさ。まあね、今もうゲームでね、簡単に人を殺せるからね、なんかもう徐々にさ、もう麻痺しちゃってるんですよね。それも怖いよね。怖い。なんかもうそう、ゲームでもう人をバババババって撃ち殺してるゲーム、あれ怖くない？怖い怖い。すぐ生き返っちゃうしね。戦争慣れさせたいのっていうね。そう、生き返っちゃうしね。だってテレビドラマもあったらしいですよね、見てないですけどね、今やってんのかな、あ、自衛隊の服着て、うん、かっこいいみたいな、ありえないですからね、もう本当に、まあ、自衛隊の服ね、まあ、自衛隊はいいですけど、うん、違うから、もう国防軍になっちゃ違うから、うん、そうだよね。そう、なんかあれも言ってたじゃん前、あの細川先生がさ、何、あの検温、あバキューンって、このね、いや、それはまあいいよ、それちょっと激しい。あ、本当、え、まあ私たちは基本的に、うん、あの検温していいですかっていう時にこうやって検温されるの嫌です。ねえ、嫌です。こうやってなんか検温していいですかって頭に向けてバキューンってしてるわけじゃない、あれ、そうあの形もね、ねえって言われた時はちょっと引いたけど、うん、そうそうそう、でも大体ここでお願いしますって、ね、そう、今ここが多いですよね。あ、今ずいぶんここが多くなった。まああと自動でとかね、うん、うん、まあ、それならまだ、うん、でも未だに検温ピーってやるとかあるよ。あれ怖いよ、ハッてなるよ、だって、うん、それをだ平気でそのやらせるんだから、ピーって、まあそういう意味じゃないんだよ、うん、そういう意味じゃないね、違います。あれ怖いよ、いや、あれも怖い、まあ言われた時にはね、うん、はぁって思いましたけど、はい、そんな感じで、ちょっと別の話になるんですけれども、あの憲法の話の時にですね、うんうん、そこにあの練馬区議会議員の渡辺照子さんもいたんですよ、うんうん、そしてあの誘ってくれた、名前もない方がいいかな、男の子、私を誘ってくれた男の子がいたんですけど、うんうん、地震、おー地震だおお。ああ、でもそうでもない、ね、そうでもない、うん、大丈夫で、その私たちは2人で食事をして帰ろうと思ったんです。もうちょうどお昼頃だったので、じゃあ一緒に食べて帰ろうねって言ってて、じゃあテレコさんに挨拶していこうって言って、うん、挨拶しようと思ったら、うん、テレコさんから、え、今日今から空いてるって言われて、うん、今から私たちはっていうかお昼ご飯食べて帰りますけど、え、じゃあ一緒に行こうよって言われて、え、一緒に行けるんですかとかつって、そう、え、私も誘ってよとかで、あ、一緒に行くんだったらどうぞ一緒にじゃあ食べましょうって言って混ぜてよ、そう、混ぜてよって言われて、あ、全然大丈夫ですって言って一緒に、うん、あの行ったんですよ、うん、で面白いのが、そのじゃあ1階にあのなんか喫茶店みたいなのあるからそこでいいって言われて、あ、いいですよっつって、そう、暑いから外出たくないわよねとか言われて、うん、あ、そうですねって言って、うん、
でいっぱいだったんですよね。ああちょっといっぱいだからダメだったわみたいな感じで、じゃあどこ行きますかって言ったら、なんかじゃあ駅のところに行けばあるからっつって駅のところに行ったんだよね。あでも外はいいんですかって言ったら、え外暑いじゃないとか言われて、あ暑い、テレコさんあんなにあの選挙やってた人が暑いんだと思って、ちょっとね暑いよ、暑いか、暑い、そう、それで行ったんですけど、そこでランチをしたんですけど、その後ですね、もう12時半ぐらいかな、多分着いたのが、うん、もう3時間ですよ、うん、3時間いろんな話をしまして、はい、そしてやっぱり区議なので、あのいろんなことを聞いたんですよね。上尾市のことを話したんですけれども、あの小中学校の、まあ、だから PFI を使って民営化をしようっていう話があるんですよって言ったら、危ない危ないとかつって、危ないですよねって言って、公共事業民営化なんてしたら絶対ダメよって言われて、そうですよねって言って、今のところ心あるね議員さんたちと、うん、その市民の皆さんで今のところ白紙になったんですけど、もともと上がってた議題なんですよって、うん、それも政府が40年間をかけて 35% の経費をカットしろっていうのが、うん、もう地方自治体に落とされてるんだよね、そうやってやれっていう、うんうん、そう、それでもう公共事業を民営化するしかないっていう話になってるんですよ、うん、そしてあの上尾市では小中学校が多いから、もうそこを削るしかないみたいな感じで、まあ、多分市役所の誰かですよねが考えたんですよ。まずいよね。まあでもそれは一応白紙になったので大丈夫だけど、うん、なんですけどっていう話をして、いやそれはまずいまずいとかつって、でいろんなお話を聞いて、そうですよねって言って、でもうすごいよ、なんかもうすごいですよね、なんか何でも知ってる。うーん、まあいいね、ねてるちゃんとランチいいね、行きたかったよ、行きたかった。忙しいからダメです、うん、はい、たまたま、またなんかね勉強会するって言ってましたよ、うん、私も勉強会作ろうかなって言ってた、うん、いやいいと思いますよって言って言ったんだけど、いやでもてるこさんって言って、この今の話はねちょっとあの私も一生懸命聞きましたよって言ったから分かったけど、もうちょっと緩くしないと無理ですよって言ったら、分かってるわよとかつって、ちゃんと考えるわよって言って、俺勉強会は参加しなくていいからランチだけ参加したい。ダメに決まってんでしょ何言ってんの、勉強会はちょっと、ね、何言って、ね、いや逆にないよ、逆に違うと思う、ね、勉強会はあってもうランチはないかもしれないその後忙しかったらないじゃん、うん、その日はたまたま大丈夫だったんだと思うよ、うん、すんごい喋ってくれた。そうか、うん、喋り始めたら止まんないんだもん、テレコさんが。寝ちゃうよ俺、多分勉強会とかして。勉強会、あーまあね、うん、そうだよね、じゃあおバカちゃんですから、おバカちゃんですから、そうね、うん、でもあのいやすごいためになりましたね本当に。うーん、はい、だってさ、その、うん、なんだっけ、泉市長が、そう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 、あそうなんですよ、ね、あのえちょっと待ってね、うん、明石市長の泉さんがですね、うん、国は嫌がらせをやめていただきたい、うん、子ども医療費を18歳まで無料化したら、うん、国は明石市に対し1800万円の制裁措置、全国市長会も嫌がらせをやめてと言い続けてるが、国は聞く耳を持たない、国をそんなに少子化を加速させたいのか、以下関連記事といってですね、本当にそういうことなんですよ。これおかしくない？いやだからね、こういうことなの、うん、市に、そうそうそう、だからそのね、私もなんでだから言われました、あそう、てるこさんにも、あの上尾市っていうのは人口が減ってるのって言われたから、うん、うん、違います、増えてますって、うん、そうなのに、その統廃合の話の計画では人口が減る、子供の数が減るのを前提として作られてるわけよ、うん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 、そうで、その心ある市議の方とか市民の方たちは、その人口が増えてく前提でやるとこんなことやっちゃダメでしょっていう、うん、そう、でもなぜその税収も増えてるんですよ上尾市って、なぜこの税収も上がってるのにこうやって減らす減らすってやるんですかって言ったんですよ。そしたら、あの国からのやっぱり補助が降りるのが、そういうことをやったら降りるんだって、そういうことなんだよ、あそういうことなんだと思って、だからもう国なんですよね、うん、な言われるようにやらないと補助金さえもらえない、うんうん、そうだよね、逆になんか泉さんみたいなさ、そういうね、うん、ことをやったらね、予算減らされるなんてさ、そんなバカな話あるかって国に。そうなんですよ、ね、そこだから市町村もね、本当にね、市町村単位の議員もそこに気づいてほしいね、うん、だから多分ね、あの、ね、市長の市議さんたちも言われるがままやってる人たちもいると思うんだよね、うん、
だからこれは本当に見習ってほしいですよね、うん、こうやって本当に先駆けてやってくださってるね明石市長がいるんだから本当にねみんなね市単位でだってもう市長とかもさ市議さんとかでもこんなん止めらんないじゃん止めらんないどうにもできないじゃん、うん、でもこんだけ頑張ってる人がいるんだから、うん、続けよって思いますよ周りの市も、ね、周りもそうだよねそううちの市は予算削られたくないからね従いますなんてやってる市が多いってことじゃないねえそうみんなで訴えた方がいいと思う、うんうん、みんなで子育て政策してねえねえ本当ですよこれ本当に皆さん頑張っていただきたいそして明石市長のですねツイッター、うん、ツイッターですねこの方は見ていただきたいですね、うん、そうだよね、うん、ぜひ本当こういうのもなんか応援してね拡散していやこれね国おかしいだろうってみんなに知ってもらってさ、うん、本当ですよ、ね、この方素晴らしい本当に国はおかしいことやってるんですから、うん、ねそれをやっぱりみんなに知ってもらわないと、うんうんそういうことなんですよ、うん、あの人たち頑張ってるなんてさねえじゃなくてねとんでもない話じゃない、うん、国政の単位では令和新選組がいいですけど、うん、市政の単位ではこの明石市が一番いいですよ、うん、そうもう参考になる市だと思います、うんうんね、私もねあの言われましたすごいいっぱい調べなさいってわかりましたっつって、うん、あれわかりました西さんにも言われました調べなさいってわかりましたお勉強しろ勉強しろお勉強しろ、ね、お勉強しろって言われましたもっとその市のことをいっぱい詳しくなってねそうなんですよ、うんはい、だからね市民の方々ともね皆さんと仲良くなっていろいろねいろいろ聞きたいと思います今後 ね, そ, うだよね、まあ、その都度勉強でもいいよねあちょっと調べときますでもいいけどさうんうん、ね、まああとは困ってることを知りたいだけうん、うん、自分が今困ってることとか、うん、そういうことじゃないねそうだよね、うん、あとはキャッチフレーズを作れって言われましたんキャッチフレーズそれてるちゃんが言ったの、うん、キャッチフレーズって何てる子さんは何ですかって言ったら私はあのシングルマザーとなんとかあそれで今回ね、うん、なんかテレコさんその、うん、あきる野市の市議会議員選挙の応援に行ったらしいんですよ、うん、ちょっとここ今フリミトルズさんの動画が前にある、うん、フリミトルズさんの動画バーンって今あるからなんかたまたまねそうたまたまさっき見てたんだねそう渡辺テレコさんの応援演説って言って、うん、そのサムネが今あるんですけど、うん、そこの応援に行った時にその方が昔あのボディーガードをやられたんですよねその方そしてその人のキャッチフレーズをなんかその場で作ったらしいんですよ、うん、あきる野市のなんだっけ用心棒あそうあきる野市の用心棒ってすごくない、うん、すごいいいっつってかっこいいね、うん、選挙2日ぐらい前に、うん、だからそういういや 遅くないですかっつって、うん、だそういうのを、まあ、例えば、ねうん、キャッチフレーズとして作るのが遅、うん、すぎるんだそうだからあいいですねって言って、うん、だからそういうのをねちょっと考えたりもした方がいいんじゃないって言われて、うんうんうん、はい考えたいと思います。そう、ね、あ24日土曜日だってさ今日だ今日ね大丈夫、うん、これ投稿してるの明日だからああ今日は何もできないねそう皆さん行ってねって選挙、うん、太郎さんも応援してたしねうん、うん、中野義治さんそうねね、うん、どうだろうねうん照子さんも太郎さんも応援行ってね頑張っていただきたいっていうかもうね、うんうん、終わってるねどうなんでしょうね、うん、すいませんみんなが見る込みはねもう終わってるはい、まあ、そんな感じでいろんなね、うん、お勉強になりましたてるこさんと会って3時間もお話しして、うんはい、今回の選挙のですねあの参議院選挙のことも私が西さんのそばにいて、うん、あのいろいろやったっていう話をしたらですね、うん、あの面白い あれをくれましたよその話もまあ多少したわけよいろいろね、うん、こんな感じで、うん、すごい、まあ、大変でしたっていう話をしたら、うんともこさんはじゃあ今回の選挙でいきなり度数の強いウォッカを飲んだ感じねって言われてうわすごくないすごくないうまいうまいあまあ選挙の、まあ、中枢に私も行くと思ってませんでしたよっつってまあねそうねウォッカをいろいろねウォッカを飲まされました本当だよねもう本当に普通のボランティアだったのね人がねいきなりねそのねあそういきなりウォッカを食ってね飲んじゃテキーラとかグッて飲んじゃって、ね、そうテキーラそうそうそうボッカテキーラクラクラーってなっちゃった感じだよね、はいはい、お疲れ様って言われましたはいねそうねチビ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 知っていけばねまだねそうだね、うん、あいろんなことを知ることができましたね、うん、はいということで、うん、だから次のねあの本当に自分の時にねなった時にすごいプラスになると思うから、うん、よかったねって言われて、うん、そうでも言われたよテルコさんにそういう人に私も応援にあのボランティアしてほしいわって言われてごめんなさいねって言って埼玉じゃないあ今度ねテルコさんまた地方
1000円出なきゃいけないんですよね。そうだから、うんうん、あまあ私はね、うん、前回だってうちらも応援行ったもんね、てるちゃんね、うん、まああれは補選だったから、うん、立憲と自民だったかな、うん、相手がうーんね、だったからまあ行けたけど、まあ、地方選の時はやっぱ私たちも埼玉でもし出るんであれば埼玉の人を応援しなきゃいけないと思いますので、うん、そうしかも令和新選組から出るんであればね、その方を応援しなきゃいけないのでというお話をしてですね、はい、終わりました。そうね、はい、そういうことで、うん、今日は、うん、こんな感じで長くなっちゃったので、はい、うん、はい、だらだらと、はい、はい、あ、あれまだ決めてなかったね。なくなったんだっけ？なくなりました。ね、はい、ね、憲法反対。まあいいか。はい、はい、はい、このチャンネルは初めて、いいよね。うん、このチャンネルを初めてご覧になった方、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。この動画が少しでも良かったよという方は応援の高評価もぜひよろしくお願いします。はい、それでは皆様ご一緒にはないので、はい、はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。